ご紹介ありがとうございました。福井大学工学系部門の熊倉と申します。今日はこの説明会にご参加くださいまして、誠にありがとうございます。この時間は常温環境下でも可能、光を用いた量子ドットの分離濃縮ということで、私の方から紹介させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 この発表のアウトラインですが、初めに本発表の概要ということで、この新しい技術についての大雑把なところを説明したいと思います。その後で、従来技術とその問題点、新技術の特徴、従来技術との比較、想定される用途、実用化に向けた課題、企業への期待、本技術に関する知的財産権、 それから問い合わせ先についてまとめて紹介したいと思います。はじめに本発明の概要についてですが、対象は半導体同士ドットと呼ばれるナノ粒子です。で今回ご紹介します新技術は、このナノ粒子を光と電波を用いて運動操作する、そういった新しい方法です。 でえー、これらを用いた応用展開について最後にご紹介したいと思います。はじ、えー、めに半導体量子ドットについてなんですが、えー、これについてはもうあのご存知の方も多いかと思うんですが、えー、半導体の直径が数ナノメーターのナノ粒子のことです。えー、半導体は一般的に光吸収によって、えー、冷気と呼ばれる電子、 ホールツイーが生成されますでこれらが、えー、物質の中で再結合すると高い効率で発光するというわけで、えー、LED などのように、えー、発光素子として使われていたりそれから光吸収で電子が生成することを利用して太陽電池などへの応用が、えー、進められていますで、えー。今回私たちが対象としますこの量子ドットというのはこの 半導体ののが数ナノメータータサイズの微粒子ですこのようなサイズになりますとこういったバルクの場合とは違いまして量子閉じ込め効果とか結晶構造の歪みなどによりまして同じ材料でありましてもサイズによって吸収スペクトルや発光スペクトルが変化するというそういった性質を示します。 ですので、このサイズを制御することによって、さまざまな光学特性を制御することが可能な材質です。すでにこういった面白い特徴を応用することを目指して、いろいろな研究が展開されているわけですが、最近では、こういったさまざまな微粒子を化学合成をしまして、液体中のコロイドとして得るというような研究が活発に行われております。 ここに示しましたのは、アルドリッジ社から反射されているものの例なんですけども、カドミウムセレンというコアにジングサルファイドのセルがついている、そういった構造をしているコアセル型の量子ドットと呼ばれるものです。で、この量子ドットの吸収スペクトルと発光スペクトルをこちらに載せました。 これを見ていただいたら分かりますように、直径が3.5ナノメーターから5ナノメーターに変化するに従って、吸収のこのピークが540ナノメーターあたりから640ナノメーターあたりまでシフトしていることが分かります。また、これに伴いまして、発光スペクトルの方も2.5ナノメーターから6.3ナノメーターにわたって変化していくにつれて、このように、 青い方から赤い方にシフトしていくということが知られています。でえー、このようにサイズを変えることでさまざまな光学特性を持った微粒子が手に入るというわけで、これを応用展開として、もうすでにご存じの方も多いかと思いますが、ローシドットを使ったディスプレイというものももう市販されていますし、LED やセンサー、太陽電池や いろんなさまざまな光学デバイスなどへの応用というのも進められています。ですが、実は後でちょっと詳しく述べますが、ここで見ているこのスペクトル、1本の発光スペクトルというのは、サイズが決まって、このように一つの鋭いピークになっていると思われるかもしれませんが、実はこの一つの指定されたサイズの中であっても、1個の量子ドットの発光スペクトルは、実際にはこれよりもさらに鋭いもので、 この2.5というのは代表的な値がこの値であるというだけであって、実はサイズ分布があるために、この発光スペクトルも広くなっているものだというふうに考えられています。ですので、こういった試販されているものであっても、このサイズをうまく選別することができれば、より鋭いピークを持った量子ドットを手に入れることができるようになって、より 例えば、後で読みますように、高い効率の発光素子とか、高い効率の太陽電池とか、そういったものへの応用ができるんじゃないかというふうに期待されています。この量子ショットについてなんですけれども、先ほど説明しましたように、現在では様々なサイズの物質が化学合成されています。ですが、この化学合成の手法では、 例えば反応時間とか、えー、反応の、えー、材質の、材料の、えー、混合比などでいろんなサイズの選択をしているわけなんですけれども、えー、そういった、えー、サイズ選別の方法しか、えー、行われていませんので、実は、えー、サイズ選択性が低く、先ほど言いましたように、えー、ある代表的なサイズでを指定してあっても、その中にはさまざまな高額、えー、特性を持った物質が含まれます。 でこれらをサイズごとあるいは光学特性で分離できれば非常に応用が広がるというふうに言われてきたんですけれども直径が数ナノメーターサイズと非常に小さいために通常はマイクロメーターまでしか応用ができないような有電栄養では体積が小さすぎて制御することが運動制御することが不可能です。 それから最近ではこういったものを分離するために超遠心分離の技術も非常に研究が進められているんですが、こういった技術であっても、先ほどの図で見ましたように0.1ナノメーターという広角特性はこれで大きく変わるわけですが、こういったわずかな差による分球というのはいまだに困難です。こういったさまざまなサイズが混じっている化学合成されたローシドットから、 光学特性の違い、あるいはサイズの違いで、えー、こういった精度で分けるということが、実は長い間の課題でありました。えー、そこで私たちは、えー、この量子、えー、ドットを光と電話を使って運動操作できないかという研究を進めています。えー、この元になるコンセプトは、えー、かなり前の <laughs> 研究なんですけども、1996年に、えー、エンプトプレスでよりに、ね、 報告されましたこの論文ですこれは単一のカドリウィムセレンジンクサルファイドの量子ドットを分光測定したものですがこれによりますとこの量子ドットを光冷気によって冷気子を生成してやるとそこからの傾向が700テリビン程度赤方にシフトしたものが現れるというそういう報告をしています。 これは光冷気によって生成した冷気子が冷気した、冷気するために使用したレーザー光の電波、光電波によってエネルギーが安定化しているという、そういう報告だ、ことではないかというふうに言われておりまして、この大きなエネルギーの安定化、これ、常温を2倍ほど加えますので、これを利用することによって、運動を制御できないかというふうに考えました。 私たちはこういったコンセプトに基づいて、異界励期化で高電波によって、この量子ロットを映像したり、分離したりできないかというアイデアを研究しています。これを実証するために、数年前ですが、このような検証実験を行いました。 サンプルは先ほど述べましたカトリウムセレン、ジンクサルファイドの 6.3nm の直径の量子ドットです。これを炭酸プロピレに溶解しまして、ガラスのキャピラリー中に封入します。でこのキャピラリーに同軸にこの粒子を冷気できる波長 532nm のレーザー光を同軸にこのように入射します。で このレーザー光は、この量子ドットを光冷気するとともに、ここから傾向が発せられますので、その傾向だけをフィルターを介して CCD カメラでモニターして、このキャピラリー内の量子ドットの密度分布を観測するようになっています。このキャピラリーに外部からこの電極ついで、この中央あたりに が一番強くなるような電波を引火しまして、この不均一電波によってこのピーク、この一番電波の強いこの辺りに捕まえようという、そういう実験を行いました。え後でちょっと応用転換のところといったような経緯があるんですが、今のこの実験では、この中には人為的にはフローは流れは消費させてはおりません。こういった状況で、単に封じた状況で実験をしています。 その実験結果ですけども、えー、これはレーザー光と電波を同時に加えて、先ほど説明しました量子ドットの密度分布を観測した例です。ビデオで撮影していますので、ちょっとこれ見ていただければよろしいかと思いますのどちらで、ね 今ちょっと動画の方がいきましたね。はい。あの、えっ、ー、と、これは、あの、えー、10時間を6秒ぐらいに、えー、短縮している、えー、映像なんですけども、最初は、あの、この見えている筋、これが、えっ、ー、と、キャピララーの中の露出だったのですが、えっ、ー、と、均一に分布していたものが、こちらの方が薄くなって、この辺りが、えー、強くなっているということがわかります。 この点線の部分が電波強度が最も強いところで、この辺りに向けて、こちら側にあった量子ドットが集まってきているということが確認できました。集、えー、まるのは、えーと、この電波とレーザー光が同時に入っているあ、すみません、これ、えっと、逆ですね。こ <laughs> この1つ、2つはこちらですね、ごめんなさい ちょっと、えっ、ー、と、スライドが前後したようで申し訳ありません。えっ、ー、と、こちら、こちらですね。こちらが引火している方ですね。えっ、ー、と、これが、あの、えっ、ー、と、え均、ー、一になっているときで、これでスタートなんですが、先ほど、いったかな。えっ、ー、と、これ見ていただいたら分かる。ちょっと先ほどさ、あの、その説明しましたように、えー、特に、まあ、右側の方を見ていただいたら分かるように、えー、こちらの分布がなくなって、えー、中央に集まってきている様子が分かります。 で、えっ、ー、と、この後に、えー、レーザーと今度は電話をオフにして、レーザーを入れたままです。電話の方を切って、えー、この分布がどうなるかっていうのを確認してみました。これも先ほど見てみたいただいたものなんですけども、えー、こちらに分布が集まっていたものが、徐々にこちらにまで広がって、元に戻って、禁止体分布になっていることがわかります。 このように、電波によってこの粒子の密度分布が制御されている、運動が制御できているということが確認されたというわけです。これはレーザーを入射しないで電波をオンオフした場合についても確認しているんですが、その場合は全くこのような密度の変化はありませんので、レーザーの入射と電波のインが両方あったときだけにこのようなことが起こるということを確かめています。はい、えー こういった数ナノメーターのナノ粒子であっても、光冷気を利用すれば、不均一電波で映像できるということが今回明らかになりました。で、これは、これまで有電映像などでは不可能であった常温液体中でこういった操作が可能だという大きな特徴があります。また、これは光を吸収することによって、こういったことが可能になるわけですので、光吸収スペクトルの違いによって、 特定の光学特性を持った粒子だけを選択的に操作できるという特性質があります。こういった常温液体中、あるいは光学スペクトルの違い量選別というのは、これまで他の方法ではなかったものですので、全く新しい基地法と言えると思います。 次に、この技術を使った応用展開について、いくつか例を提案させていただきます。4つ、ここでは挙げたいと思いますが、最初に、均一電話と均一な光照射。先ほど説明したシチュエーションです。それから、均一電話と不均一な光照射。その次に、均鬱光の照射のみで電話がない場合。 それから最後に母腸の複数ビームの場合ということで4つ紹介させていただきます。まず最初ですが、不均一電波と均一な光照射を組み合わせた例です。先ほどのシチュエーションと同じなんですが、キャピラリー内に量子ドットの溶液を入れまして、これを流すという、そういう状況を設定をしています。 ここにレーザー光を同時に均一に照射して、先ほどと同様に不均一な電波を電極によって引火しますで。先ほどの実験と何が違うかというと、実はここに流れというのを組み入れているのが新しい提案です。先ほどの粒子の移動の場合は、両端を封じたガラスの密閉容器で実験を行っているんですけども、その場合ですと、 実は、粒子の移動というのは拡散とそれからこの電話による力によって粒子が動くんですが先ほどの実験結果を思い出していただくと右側と左側は実はちょっと非対称だったりするんですけどもその理由というのは流れがないために内部での対流がこの粒子の移動に大きく影響しているということをつくりつつくつく これまでの研究で突き止めています。ですので、そういったことを解消するために、この量子ドットの領域はこちら側、こちら側へ流すというようなことをしてやって、一番粒子を捕まえる領域はここにあって、ここに粒子を送り込む、そういう設定を考えています。こうすることによって、順次新しい粒子がこの捕まる領域に入ってきて、 このレーザー光に共鳴する粒子だけが、この電話の一番高い強いところに捕まるという、そういう状況設定です。このレーザー光に共鳴しない粒子の場合は、この電話の影響を受けませんので、このまま流れ,て流れ去っていくというわけで、書紋の特性を持った、光学特性を持った粒子だけがここに捕まるということができます。 次に、先ほどの設定とは逆に、電波を均一にして、光照射の方を均一にした例がこちらの2番目の例です。レーザービームの焦点位置に、この場合は、粒子が補足されます。電波は均一なんですが、レーザー工具によって、このような操作が可能なので、電極,電極は このような均一な電話を作るんですが、このスポット位置に粒子を捕まえることができます。この場合も流れをすることによって、順次希望する粒子だけをここへ持って捕まえて、残りのものは流してしまうと、そういう設定ができます。次に3番目は、不均一な光調査です。最初の方で論文の紹介をちょっとさせていただきましたが、 この場合、それと同様に、静電波ではなくて、レーザー光の電波によって粒子を補足できないかという、そういう提案です。流れをうまく制御することによって、静電波に比べると、実は電波が弱くなるので、この影響というのは小さいんですが、うまく流れを制御すれば、こういったことも可能かと考えられます。で最後に、多波長の複数ビームの例を紹介させていただきます。 量子トットの吸収スペクトルというのはこのようにサイズによって吸収の波長が異なっておりました。従って波長の長いものから順に上流側からこう並べてレーザーを並べてやりますと電話は基金していいんですが最初にこの波長の長い光を感じてこの粒子だけがここにつかまります。こういった 光学特性を持つ粒子は、この光には、えーえー、吸収しませんので、えー、そのまま通り抜けるということになります。で次に、えー、この名古屋2の波長の光が当たりますと、今度はこれが捕まって、この2つが抜けてくる。でどんどん順次、えー、この、えー、波長の短い光によって、こういった粒子が捕まってくるというわけで、1回でさまざまな、えー、光学特性の粒子を分子できるとえー、そういったことも可能かと思われます。 以上で、えー、と本、えー、新技術の、えー、概要について説明させていただきました。えー、以下に、えー、その中からまとめて、えー、紹介させていただきたいと思います、えー。従来技術とその問題点との比較ですが、えーまあ、これまでナノ粒子に対して、えー、有電営動や超遠心分離といった、えー、試みが行われていますけれども、こういった数ナノメーターサイズの半導体同士ドットを選別するというのは、 体積が小さいとか、質量が小さいといった理由から実現はしてきませんでした。これが実は半導体量子ドットの応用に大きな障害になっていたというわけです。ですが、この今回紹介します新しい技術では、常温液体中で数ナノメーターサイズの量子ドットを運動操作や分離が可能です。また、光を使った方法ですので、 光学特性の違いで、これらを分離することができます。この2点が従来とは全く違った新しい点です。想定される用途ですが、太陽電池や LED などの光電変換デバイスについては、より狭い周波数領域で光を吸収、放出できますので、高い効率化が期待されます。 また、光のスペクトルの純度が上がりますので、ディスプレイなどの発光デバイスの特性向上にもつながるかと思います。また、光電波あるいは静電波で粒子の分布を制御可能ですので、そういった密度分布を使うことによって、新たな光エレクトロニクスデバイスとしての応用というのも可能かと思われます。 それから、よりスペクトルが狭くなれば、えー、さまざまな粒子を分離して観測することも可能ですので、えー、バイオマーカーとしての、えー、性質向上も期待されますで。実用化に向けた課題ですが、えー、現在のところ、えー、この、えー、私たちの研究の課題は流れの制御にあります。えー、流れを制御することによって、まるえー、粒子を捕まえる時間をより高速化しようというわけです。 で計画としました、高速化した後で、例えば、えー、市販のものからより小さなサイズのものを、えーえー、選別する、分種するということを計画しています。えー、こういったことによって分種性能を高度化して、実用化につなげていきたいと考えています。 企業様への期待ですけれども、まだこの技術は生まれたところというところがありまして、ナノ粒子について、例えばサイズ分布や分母測定技術、あるいは合成技術を持った企業の皆様との共同研究を期待しています。また、こういった粒子を使って、光エレクトネスデバイスへの開発を応用に取り組む企業にもぜひご協力いただきたいと考えています。本技術に関する知的財産権ですが、 名称は半導体量子ドットの分離装置及び分離方法というわけで特許の番号は特眼2020-039762で出願人は福井大学発言者は熊倉です。以上お問い合わせ先は福井大学産学館連携本部のコーディネーター小林康則さんまでお願いします。連絡先はここに書きました当時です。以上どうもありがとうございました。